奇妙ママナのキムから聞いた、うん、頭使う話なんですけど、うん、これ知ってますか？ A と B に島があって、うん、島？島です、うん、で A の島に、うん、おっさんと、うん、羊と、うん、狼と、うん、キャベツがあります、うん、おっさんは B の島に行きたいんですけど、うん、目の前にボロボロの船がありまして、うん、おっさんが、まあ、必ず乗ってるんですけど、うん、おっさんと何か一人だけを連れて行けるんですよ、まあ、羊とか狼とか、うん、それ以上乗せると船沈んじゃうんですよ、うん、ただ狼と羊だけ残してキャベツを先持って行ってしまった場合、うん、まあ、あの狼が羊を食べてしまうんですよ、うん、で逆に狼連れてったら羊食べられへんやと思うじゃないですか、うん、だから狼連れてったら羊とキャベツが残るんでキャベツ食べられちゃうんですよ。ああ、なるほど。でもおっさんはそのうまいこと B の島に連れて行きたいんですよ、みんな死ぬことなく、うん、どうやって連れて行くでしょうかっていう、さっき言ってんでしょ、戻って狼乗せて、はい、行って羊乗せて帰ってくる、はい、で、キャベツ乗して向こう行く、ほうほう、で、戻って羊乗せる。おー、すーごい、すごい、すごい、さすがキムママすごい、頭柔らかにはまだ岩もたれやすいけど、岩もたれやすいけど頭も柔らかにはすごいね、これ本当わからなかったもんな、うん、うまいね、ちょっと待ってって言っとったもんな、うん、あ、そう、説明の仕方が、あの他にハルちゃん以外にも他にもおって、うん、3人に俺が問題出して、うん、1人の子はすぐ分かってん、ハル、うん、ちゃんもすぐ分かってんけど、うん、ちょっとなんて伝えればいいかっていうのが分からなくて、うん、バッと答え言ってしまってみんな分かってしまうから、うん、携帯文字をってこうやって見せる感じでやってんけど、うん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 、文字やったらちょっと伝えづらいところがあるから、うんうんうん、どうやって分かりやすいかなっていうのをハルちゃんはもう答え分かってるけど、その文字の打ち方をちょっと考えとってで、さっきのもう1人の子が俺に見せてきて、ああ一番正解、うん、丁寧に文字を打てたっていうこの問題、ちょっとなんか解けた気持ちよりすっきりですよ、うん、はるちゃんにはもう全部言ったんですけど、だから多分ね、ヨニの囚人だったじゃないですか。あ、うん、ヨニの囚人っていうのがあって、うん、ヨニの囚人、囚人、囚人、あ、はいはい、まあ、問題そのまま読んでいくから、ある国の王様がヨニの囚人を集めて言いました、うん、これからあるゲームで買ったものは釈放してやる、うん、ただし間違った答えを言った者は直ちに処刑する、うん、ゲームのルールはこうです、図のような台に囚人を3人段違いに立たせます、うん、段違いに立たせます、うん、で、壁を隔てて、うん、もう1人の囚人を向き合うように立たせます、うん、で全員帽子をかぶせます、うん、でそして王様が言いました、今はお前たちの頭にそれぞれ1つずつ帽子をかぶせた、うん、4つのうち、黒色が2つ白色が2つある自分の被っている帽子の色を言い合ったものは釈放だ、もし間違った答えようなものなら直ちに処刑する、で、囚人は自分の前にいる人を、見ることができますが自分の後ろにいる人を見ることはできません、うん、一番上の段にいる囚人 A は前の BC2、うん、人の帽子の色が見えています、うん、壁の向こう側はお互いに見えていません、しばらく沈黙が続いた後、突然一人の囚人が自分の帽子の色を言い当てました、うん、それは A から D のうち誰でしょうっていう問題なんですけども、プリちゃん、考えてる、これがね、難しいんですよ。で、答え知ってる側から答え知らん人に問題です。めっちゃ面白いですよね。なんか煽りたくなるよね。いい、そんなもんくれんよってやってくれへん。お金もまだゲームいっぱいあるんでね。はなちゃん、まだまだ食うよ。うん、あ、ほんと牛になりかけた、わかった、わかる、前二人がだって違う色なの、黒白黒白やってな、上から白黒白黒やってな、どっちでも一緒、どっちにしても壁の向こうも見えへんな、壁の向こうも見えへん、反射して見えたとかじゃないの、そうなんじゃない、もう普通にあの、わかる、後ろ向いたかんやろ、おかんにはまだ早すぎたかな、なんやろ、だって壁の向こうの人は誰も見えへんわけ、黒、白、黒、白、段、一番上段に黒、中段に白で、一番下に黒で、壁へたってて向こう側に白で、上から A、B、C、D、 壁の向こうの人はこっちが見れないってことは何のヒントもないってことでな、で、階段の一番の人下の人も何のヒントもない、自分、誰の帽子も見えない、うん、中段の人は前の人だけが見える、一番上の人は2つ見えるけど2色別やから限定ができる、うん、ここで名前あげたハラちゃんなんですけど、わかったって言って中にここにいてるんですよ、あ、なるほど、
から逃げてきたの。はい。じゃあどうやって分かった？見たわかりようなんです。でも今自分の口で大ヒント言ってた。うん。まあヒントは A から見て2色あるから限定できない。うん。ところがヒントです、ね。って言ったら答えも分からずいいヒント。うん。めっちゃいいヒント。え、絶対それはもう確実な答えなの。適当に言ったんじゃないってことじゃない、もう確実。え、なんやろう。集団の人がなんか勝手に前が黒やからここは白やろとかあるじゃないのかな。このまま毛利小五郎の下で働いてたって聞いてるな。毛利小五郎ってそんなすごい人じゃないよ。ちゃうやろ。あの人射撃の上でめちゃくちゃすごいやで。え、そうなの？あの人がバカになってるふうに射撃で昔何かちょっとあの小指とかちょっと忘れたけど何かをやってもうて間違えて100発100中で必ず絶対に当てる人やったのに、うん、そうなったからあの名探偵っていう事務所に入ってアホなふりして俺だけやへえねんけどコナン君の方がもっとすごかったから、うん、コナン君がって分からへんふりしてるおっちゃんを利用してるだけ。ああ、なるほどね。そうなんや。そう、そんな回ある？回っていうか、まあでもその狙撃とかのやつは回想シーンで流れてる子なんで。へえー、そうなんや。でも賢いっていうのはその作者の人なんだけど。でもそれアニメ出してない？あ、うん、なマニアックな話になるけど夕方6時からやっとった V ジャンプっていうテレビ番組があってそこでその作者の人にこうやって突撃してこう裏側を聞くみたいな番組やったんやけどそこで作者がしっかりそこで定義つけててこれはここだけの裏情報って言ってそのうちどっかに伏線で書くよ。そうなんや。てかまあ伏線張りまくってるって言ってたからそれでコナンを1話からじゃあ皆さん見てくださいっていう作戦やと思うけど。ああ、うん、じゃあいつかもその話が出る、話出るってことするよ。ちょこ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 その小五郎が実はすごい腕の警察官やったとかいろんなの出てるから出てくるんちゃうかな。釣れちゃうからちょっとあんまり分からへんけど。なんで分かったの？あ、分からへん。あ、じゃあもう答え。うん。ヒントあげたに A は前の二人の帽子の色が分からんねんで、うん、前の帽子あれ黒白ってあるから、うん、特定できんねんで。できひんの、うんうん、もし一緒やったら特定できる。できるやろ、うんうん、じゃあ D は誰が見えてる？D、壁に二つの向こうか誰も見えない。 C は見えない。見えない。じゃあ A か B どっちかや、うん、じゃあ A は前の二人の帽子の色が一緒やったら、うん、特定できるやろ、うん、違うから特定できないやろ、うん、ってことは、いや、その真ん中の人なんかなと思うんだけど、うん、質問上の、うん、なんてクイズ上の話というか、うんうんうん、ただ、なんでかっていう答えが出ないのよ。あー、だからそれこそ、うん、それこそ、うん、B は誰が見えてる？ B は D が見えてるやろ？ C な。ああ、そうや、BC、C。C が見えてるやん。うん、で、B は C が見えてるわけやん。うん、で、A は BC が見えてるわけやん。うん、BC の色が違うから A は分からんわけやん。うん、B は C が見えてるわけやん。うん、でも A は BC が見えてるわけやん。うん、特定ができないわけやん。うん、てかそれって勝手に当てそこになるんちゃうかって自分の色とちゃうんちゃうんって言うだけで。いやだから例えばじゃあ、黒白黒白って言って。黒白黒白で、前の C が。そういうことか。ちょっとお金解いてほしくて遠回しに遠回しに答え、ああそうだ答えって言うんだけどポロッと言ってもらった。そういうことだな。あ、難しいよこの問題は。やっぱり難しいな。いくら天才のお金無理やわ。天才ちゃうしな。来る時ってハレちゃんすごいと思うわ。あの金田一の横におった木村も前のにな、毛利小五郎の横にもおったし両手に花やったもんな。ちょっとどうすんの、全然進んでないで。いや、進んでないのはキムとキムマだけで。え、食べ終わった？いや、もうずっと手止めてる段階で。嘘やろ、終わったって。食べ終わってますよ。ちなみにどれぐらい残ってるんですか？結構残ってんの。カメラに見せてもらえたら参加します。おお、結構残って新品やん。5個って。俺も5個や、うん、めっちゃ量多い。ほら新品の量多ない多いよ。もう気持ち悪くなってきたもんね。ちょっと今何時かあんまり存じ上げてないんですけれども、予定としてはあと14分以内に全部食べる。食える？あれ14分ですけど。任して。いいぐらい。胃の量を3胃メモリにしたとしたら、1胃メモリしかまだ消費されてない。胃胃メモリ。何で3でした？10とかじゃなくて。なんか3等分できるかなって言って。っていうか、胃メモリで。さっきまで気になれへんかった塩分がすごい気になってきた。あ、辛い。塩分気になるじゃないですか、うん、でもやっぱあのコーラ飲んでるじゃないですか、うん、糖が入ったら塩分と糖でいい感じになるんで、
ペイされてゼロになります。やった。ということでしょ。そういうことね。なんか誰か住んでるこの家他に。めっちゃ音なんねんけど。カシャカシャ言うて、ベランダ誰か、ベランダ誰か、誰人のベランダで自転車こいでんの。あー、ハラちゃん今日だけどカロリーすごい取ってると思う。ほんまにな。ちょ、これ、これどんだけカロリーかかってんねやろ。27万キロカロリーです。嘘やったら知らんで。嘘やったらほんまにカーネル・サンダースに召されるで。カーネル・サンダース釣れやねん。どうしたもんよ、ここまで。うん、私一回追いかけられたからさ、そっから友達やねん。ほんとやった、もともとハラちゃん。なんか授業でもともとビーフの授業しようとしとったらしいんです。美味しそうな牛やな、言うと追いかけられたんですよね。うん、私食用ちゃうわ、言うて逃げた。逃げました。あんなに嬉しそうに始まったケンタッキー企画が、今や2人は地獄にいてるかのような顔をしてるっていう。じゃあでも物はほどほどにやんな。でもなんか最初そのバケツ持ってこう出してったじゃないですか、いけるんじゃないみたいな料理に見えませんでした。いや、ほんまでよ。ケンタッキー食べても肉がいっぱいの油が多くて美味しそうやな、食べたいなと思うじゃん、匂いで。もう食え、もう食え。